新潟県立高田高等学校は、新潟県上越市に所在する県立高等学校。同市安塚区には、安塚文校を置いている。県内有数の進学校である。新潟県立高田高等学校は、1866年に高田藩の藩士指定教育のために設立された藩校を改め公立新潟学校第4文校として開校したことが創始である。 その後、何度も廃校の危機に見舞われたが、近隣地域の支えによって、現在に至る。バイク通学は、届け出生、一部の生徒のみ。同校の発表に基づき、2015年度から2019年度までの5年度間における、同校の卒業生の国公立大学合格者数を、大学の所在地域別に分類し、一部を抜粋すると、次の通りであった。なお、 本票での関東地方とは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の1と6県を指し、また北陸地方とは石川県、富山県、福井県の3県を東北地方とは青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県の6県を近畿地方とは大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、 滋賀県、和歌山県の2府4県を東海地方とは愛知県、岐阜県、三重県、静岡県西部の3県1地域を便宜上指すものとする。必ずしも他社による分類とは一致しない。前例が新潟大学または新潟県立大学である。前例が上越教育大学または新潟県立看護大学である。前例が 長岡技術科学大学、または長岡造形大学である。前例が金沢大学であった。前例が富山大学であった。前例が東北大学であった。前例が山形大学であった。前例が新州大学であった。前例が愛知県名古屋市の名古屋大学であった。ありがとうございます。